感情は人間を動かすために発生します。感情は私たちを動かすためのエネルギーになります。そして私たちは自分を動かすためのエネルギーを生み出すために思考をします。例えば牛丼を食べたら美味しいだろうなとイメージして嬉しくなるから、よし吉野家に行こうと行動を起こすことができるようになります。嬉しいというのは思い通りに行って気分がいいという感情です。思考をしてエネルギーを生み出すとは、まだ思い通りに行っていないことを思い通りに行ったと想定することで嬉しいと感じることです。牛丼を食べたらこれぐらい嬉しいんだろうなとリアルに想像することで、実際に味わってみたいと勝手に体が動くようになります。私たちは自分を動かすために思考をして感情を生み出します。感情の中で一番簡単に発生するのは怒りの感情です。感情の中で一番強力なのは怒りの感情です。怒りは想定外のことが起きると発生する感情です。私たちは思っていたのと違ったというだけですぐにイラッとしたりムカッとしたりします。店員の態度が悪いとイラッとするのは、店員は客を丁寧に扱うべきだという想定があるからです。初対面の人にタメ口を使われるとムカッとするのは、初対面の人に敬語を使うのは当たり前と思っているからです。怒りは簡単に作れる強力な感情なので、私たちは自分を動かすために怒りに頼りがちです。例えば私の場合、どうしてもすぐに仕上げなくてはいけない仕事があるのに昼寝をしたくなる時があります。そんな時私は自分の欲望に逆らわずに素直に寝ることにします。しかし横になってから5分ぐらい経つと、ものすごく嫌な記憶が蘇ってきます。過去に私を傷つけた嫌な奴の嫌な顔が浮かび上がってきます。すると私は、うわぁあいつ本当にムカつくわと飛び起きてしまいます。怒りでそれ以上眠れなくなった私は、仕方なく締め切りが迫っている仕事に取り組むことになります。私はこのような経験を何十回何百回経験した後に、これは私の無意識が怒りを使って私を動かしているんだなと思うようになりました。怒りは今すぐ何とかしないとまずいことになるよと行動を促す感情です。怒りは簡単に作ることができるので、私たちは自分を動かすためにどうしても怒りを使ってしまうことが多くなります。私たちはこれが正しいことですよと決めて、はい、あなたは正しいことをしていませんと考えるだけでイラッとすることができます。親ならこうするべきだ、上司ならこうするべきだと決めて、はい、あなたは違うことをしていますと考えれば、あなたは親失格ですよ、あなたはダメな上司ですよと怒ることができます。友達とはこういうものだ、恋人はこうあるべきだと想定すれば、友達に裏切られた、恋人に騙されたと怒ることができます。私たちは自分を幸せにするために自分を動かそうとします。私たちは自分を幸せにするために思考をして感情を生み出します。なので嫌なことを考えて怒りが発生したら、そのエネルギーを自分の幸せにつながることに使わなくてはいけません。嫌なことを考えてギャーと嫌な気持ちになった時は、よし、自分を楽しませることをしよう、自分を成長させることをしようとエネルギーの使い道を決めることができます。怒りで目が冴えてしまったからもう眠ることはできない、しょうがないから仕事をするかと自分のためになる行動を選ぶことができます。私たちは自分を幸せにするための行動を起こすために思考をして感情を生み出します。嫌な記憶を思い出して怒りを感じるのは、自分を幸せにしたいという思いがあるからです。なので嫌なことを考えて嫌な気持ちになる自分をダメだと責める必要はありません。私たちは簡単に怒ることができるので、どうしても怒りに依存してしまう傾向があります。手っ取り早くエネルギーを生み出すために、あいつがムカつくぜ、あの人のここが許せない、
親が悪い、社会が悪い、政治が悪いと怒り続けて、どんどん精神状態が悪くなってきます。牛丼を食べたら嬉しいだろうなぁと想像するより、金がないから牛丼ぐらいしか食えないぜ、本当に貧乏は辛いわと怒る方が簡単なので、どうしても怒る方を選んでしまいがちです。そして、怒りを使って動くことが習慣化することで、年がら年中怒っている、常に機嫌が悪い、イライラしているのが通常という人間になってしまいます。あいつだけは許せない、あの人のしたことは絶対に忘れないと恨んでいる状態が続いているとしたら、ちょっと私は怒りに依存しているのかもしれないと考えてみてほしいと思います。人を恨むとは、自分に嫌なことをした相手にずっと怒り続けるということです。自分を幸せにするためのエネルギーを生み出すために怒りを燃やし続けているということです。自分を幸せにしたいと思って怒っているのだから、そんな自分をダメだと思う必要はありません。ただ、怒りに頼ってばかりいると精神状態が悪くなるので、怒りに依存している状態からは抜け出さなくてはいけません。怒ることで生み出したエネルギーを、また怒ることに使わないように気をつける必要があります。人を恨んでいる状態、つまり怒りを燃やし続けている状態から抜け出すためには、今の自分を幸せにする必要があります。今の自分を幸せにすれば、心に余裕ができます。すると、怒りを使えば簡単にエネルギーを生み出すことができるけど、心に良くないからやめておこうと冷静に考えることができるようになります。ちょっと手間がかかるけど、楽しいことや嬉しいことを想像して、エネルギーを生み出そう、そっちの方が健康的だからねと考えられるようになります。結婚して幸せになったら、あれだけ恨んでいた親を許せるようになった、親も大変だったんだなと思える心の余裕ができた、親に怒り続けるより親の幸せを願うことでエネルギーを生み出した方がいいと気づくことができたとなることがよくあります。ということで、今の自分を幸せにするためにやりたいことをどんどん自分にやらせてあげてほしいと思います。自分が好きと感じることをどんどん自分にやらせてあげて、自分の機嫌をとっていきましょう。自分を楽しませたり喜ばせたりする体験を積み重ねることで、ポジティブなイメージをしてエネルギーを生み出せる自分を作っていきましょう。どんどんワクワクできる自分になっていくことで、怒りに依存する必要性をなくしていってほしいと思います。